キーワード聞き流しで覚える、中学受験、地理をご視聴いただき、ありがとうございます。北海道地方のキーワードを、聞き流しで覚える動画です。それでは早速始めましょう。札幌市。札幌市は北海道最大の都市です。北海道は日本一面積が広く、人口密度が最も低い都道府県です。毎年2月の雪祭りが有名です。 石狩川。石狩川は日本で3番目に長い川です。流域には、三日月湖が見られます。サロマ湖。サロマ湖は、日本で3番目に大きい湖です。オホーツク海に面しており、ホタテ貝の養殖で有名です。知床半島。知床半島は、国立公園に指定されているほか、世界自然遺産にも登録されています。 混戦大地。混戦大地は、千島海流の影響で、夏に濃霧が発生します。作物が育ちにくい地域で、落農が行われています。パイロットファーム。混戦台地に作られた、大規模な実験農場のことを、パイロットファームと言います。その後、さらに大規模な、新落農村が作られました。釧路出現。釧路出現には、 特別天然記念物の単調や様々な野生生物が生息しています。水鳥の住みかを守るラムサール条約で保護されています。トカチエイヤトカチエイヤでは広い土地で大型機械を使った大規模な畑作が行われています。ジャガイモ、天才が有名です。石狩平野石狩川下流に広がる土地改良により 豊かな米どころになった平野は、石狩平野です。七つ星、キララ397が有名です。デイタン地。昔、石狩平野には、デイタン地と呼ばれる、農業に向かない土地が広がっていましたが、土地改良により、米どころとなりました。客土。他の土地から、良い土を持ってくることを、客土と言います。暗渠排水。 地中にパイプを通して、水はけを良くする方法を、暗渠排水と言います。千島海流、親潮。北海道の東、太平洋側を流れる海流は、千島海流、親潮です。冷たい寒流です。エトロフ島、国後島、シコタン島、ハボマイ群島。日本の最北端のエトロフ島は、日本の島の中で最も面積が大きい島です。 北方領土は現在ロシア連邦に占領されています。アイヌ民族。北海道には昔からアイヌ民族と呼ばれる人々が住んでいました。北海道の地名の多くはアイヌ語が元になっています。エゾ地。主にアイヌ民族が住んでいた地域をエゾ地と言い、北海道は昔エゾ地と呼ばれていました。青函トンネル。 北海道と本州を結ぶトンネルを、青函トンネルと言います。お島半島。青函トンネルで本州と結ばれた半島は、お島半島です。大雪山。北海道の中央にある山は、大雪山です。北見山地。北海道の北東部を、南北に走る山地は、北見山地です。手塩山地。北海道の北西部を、 南北に走る山地は、手塩山地です。夕張山地。北海道の中南部にある山地は、夕張山地です。日高山脈。北海道の中央南部にある山脈は、日高山脈です。オホーツク海。オホーツク海は、北海道の北東にある海です。毎年2月頃になると、北の海から、流氷が押し寄せてきます。 釧路市釧路市はかつて北洋漁業の基地として栄えた釧路港がある都市です。旭川市北海道の内陸にある北海道第二の都市旭川市は日本の最低気温マイナス41度を記録したことがあります。函館市古くから北海道の玄関口として栄えた都市は函館市です。リマン海流 北海道の日本海側を流れる寒流は、リマン海流です。問題は以上です。今回は、北海道地方の様子についての学習でした。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を公開しています。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。